タコウガ、ハラの戦いは、永六元年5月29日にゲヤ国タコウガハラで行われた合戦。越後国の長岡ゲ虎は、関東出兵に乗り出す前に、合図の足が森氏と共謀し、ゲヤ国の宇都宮氏を攻めるよう示し合わせた。宇都宮氏は、工事3年に、重心派が皇帝の尽力により、北条氏康や佐竹義明らの協力を得て、身仏名をに奪われていた。 宇都宮城を奪還したばかりであり、当主の宇都宮広綱も若く、不安定な時期であった。影虎は下野国の正代名佐野市に、宇都宮領に侵攻するよう出撃を命じ、下野国へ侵攻した。影虎ら、長尾、佐野連合軍は、宇都宮領へ侵攻する前に、小山市の議音城へ侵攻し、東志小山高朝を一戦も交えずに降伏させた。その後は、 三伏の三仏直が夜三武城を攻め落とし、宇都宮領の多幸城へと進軍した。宇都宮勢は多幸城主で、宇都宮家中一の侍大将と評された、多幸町は先ひきいる、多幸勢と宇都宮家からの援軍の合計約二千機が迎え撃った。両軍は多幸城下の多幸が腹で激突した。長尾、佐野勢は、佐野市当主で先人の佐野小太郎を筆頭に、 多くの兵が討ち取られたため、影虎は兵を引き上げた。宇都宮勢の奮闘によりなんとか、長尾、佐野勢を撃退できたが、多くの将が犠牲となった。6月上旬には多幸町長ら多幸勢は敗走する、長尾勢を追撃し、上野国白井まで攻め込み大助うの仲介によって、和睦した。このマークがついている人物は、この合戦で戦死した人物。 他校軍宇都宮家からの援軍先人本体郷土史研究家の尾田広隆は6月上旬に行われた他校勢による追撃は後世の脚色である可能性が高いと主張している。その他にも打ち取られた佐野小太郎は佐野豊綱ではなく豊豊綱の着難である可能性も指摘している。ありがとうございます。